BTS メンバーの熱愛の真相とは？噂の真偽を解明します。こんにちは、皆さん。最近、BTS のメンバーたちの熱愛についての噂が絶えませんね。特にテテとジョングクに関しては、女性関係についての噂が広まっています。では、なぜこれらの噂はほぼ本当だと思われるのでしょうか。具体的な事実に迫ってみましょう。まず、ジョングクについてですが、女遊びが激しいという噂があります。これは一体どのような根拠があるのでしょうか。実は、過去にいくつかの報道や SNS 上での証言があり、その中には女性との交際を示唆する情報も含まれていました。しかし、これが真実かどうかは私たちにはわかりません。ジョングク自身は私生活についてはあまり公に語らないため、真偽を確かめることは難しいです。次に、テテに関してですが、彼の熱愛報道も頻繁に出ています。特に最近では、ある女性との関係が報じられています。しかし、これらの報道はすべて匿名の情報源に基づいており、真実かどうかは確証できません。ファンの間では、これらの報道が事実であるかどうかについて議論が続いています。BTS のメンバーたちには、世界的な人気と注目があります。そのため、彼らの私生活についての噂や疑惑もつきものです。しかし、これらの噂が真実であるかどうかは、私たちには判断できません。彼らはプライベートな時間を大切にし、ファンとの関係を大切にしています。ですので、私たちは彼らのプライバシーを尊重し、事実を確かめるまで信じるかどうかを決めるべきです。以上、BTS メンバーの熱愛についての噂の真相についてお伝えしました。真実を知るには、公式な発表や信頼できる情報源からの報道を待つしかありません。私たちは彼らの音楽活動や才能に注目し、彼らを応援しましょう。それが真のファンの姿勢です。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。